ん？ああ、これは真島組長。自分、染谷組の門です。矢吹と言います。おう、染谷組かいな。染谷組。うちの親父がいつも世話になってます。染谷、元気にしとるんか？ええ、それはまあ、なんと言いますか。え？なんやそれ。あの、真島さん、失礼ですが、自衛隊の壁の奥の情報、何かご存知ありませんか？どういうこっちゃ。自衛隊が町中封鎖してるじゃありませんか。一体なんでこんなことになってるのか。いまだに知らないの。なんや、まだ知らんやつがおったんかいな、うん、とおっしゃいますと。ゾンビ、カムロ町にゾンビが現れよったんや。は？自衛隊の壁は隠れエリアにゾンビを封じ込めるためのもん。笑えるやろ。え？あ、はい。ゾンビですか。え、聞かないね。笑えんか。いや、その実は今日その隔離エリアの中ででかい取引があるんです。中国マフィア相手の取引なんですが、うちは小さな組ですし、組の存亡がかかってます。それで親父自ら仕切ってたんですが。なんや。その組長以下、一緒にいるはずの組員たちとも連絡が途絶えちまったんです。だから自分、隔離エリアの中がどうなってるかと思い出して。そらあかんね。もう全員ゾンビにやられとるやろ。そうだね。そんな、いや、でもゾンビが出ただなんて。アホか、わしゃ大マジやで。すいません、疑うわけじゃないんですが。しかしそうとなりゃ自分も取引場所に行かないわけにはいきません。おもろそうやな。その取引場所どこや。後でわしも見に行ったら。マッハボール近くの雑居ビルです。あ、近いな。はい。タイミング悪かったね。なんかね、またね、こんな日に限ってっていうか、もうちょっと遅かったらね、ちょっと今の状況じゃいけないからっていうので中止になったかもしれないけど、多分まだそこまでね、封鎖せられる前にこんな話が出たんじゃないの、きっと。入ろう。じゃあ見てこよう、うん、野獣馬根性で。ちょっとまあ一人で行くしかないでしょ、これは。はい、うん。サブストーリーしてると毎回ね、一人で行くからね、なかなかね、育たないんですよね、相棒がね。マッハボールですかね。マッハボールこの辺か。あ、なんかいた。なんだ、取引があるっちゅう、染谷組があるのはこの辺やったな。ん？ん？ゾンビに囲まれてる？はい。どうした？話す。ソミヤ組長かな。スムヤ組のやつか。なんだ。あ、やべ、押しちゃった。何や、襲われとんな。加勢したろか。加勢してやっか。うん、はい。よっしゃ、わしも混ぜんかい。あくし。襲われて、まだ無事だったんだね、じゃあね。普通のゾンビしかいねえな、楽勝だな、これは。あ、すごい。こっちか。はい。終わり。かな？立ってくるか。あ、こいつか。はい。よいしょ。はい。よし。OK。真島さん、俺です、矢吹です。来たね。一体何があったんです。見りゃわかるやろ、ゾンビとやりおうたんや。取引は、うちの取引はどうなったんで。知らんがな。知らんわ。そうですか、自分ちょっと中の様子見てきます。大丈夫？みんなゾンビになってんじゃねえの。ああ、真島さん、来てくださったんですか。おう、どんな感じや。取引相手を待っている間にゾンビが現れたようです。そしたら取引はまだ潰れとらんのやな。ええ、組の門は何人かやられましたが、一応物は無事です。そいや、何の取引やった。いや、それはちょっと真島さんは知らずにいた方が面倒ありやせん。
まあそうやな。ですが一つ大きな問題が。なんや。実は組長が噛まれちまったんです、ゾンビに。あ、ソミヤがか。ほう、そりゃ気の毒したの。まずいね。せやけどあいつが取引しきっとるんやろ。あ、これもしかして分かった。これでソミヤのやつどないなってん。これ面白いやつだね。もうゾンビになっちまいましたよ。ゾンビなっちゃってるよこれ。くっ、親父なんて痛ましい姿に。でこいつどないすんねん。今回の取引には組の存亡がかかってるんです。ですが肝心の組長がゾンビになったとなりゃ当然取引はおじゃん。それだけは避けねえと、うん、確かにね。ゾンビってことがバレへんかったらええんやな。取引の間だけでいいんです。何も喋らねえで座っててくれれば。ま、それくらいならなんとかなるやろ。やっぱりゾンビってだけあって顔色が悪いな。化粧しねえと。あと下手に埋めかれるとまずいやろ。猿靴はかませるしかありませんね。確かギャグボールならあったな。ギャグボールってお前 SM で使うやつやろ。なんで持ち歩いとるんや。ええ、まあ手錠もしといた方がええな。ですね、それもありますよ。あ、手錠もあるんか。お前侮れんやっちゃな。あと服も血がついてないやつに変えましょう。あ、そうだね、うん、うん、ええんやないか、うん、そうっすかね。どうもまだ人間に見えねえような。細かいの適当でええやろ。あ、目ですよ目。ああ、そっか、赤いもんね。ほら目が真っ赤に光ってるじゃないですか。これのせいでゾンビにしか見えねえんだ。しかし目はどうすんだよ。カラコンかや。グラサンかけさせましょう。あ、グラサンか。どこにあったかな。そうだな、目ん玉見えなきゃいいんだよ、ね、お、親父。ん、あ、逃げた。逃げよった。逃げて。捕まえねえと取引相手に見られたらうちはしまいだ。真島さん、まずい。頼んます。待てよ、おら。ゾンビは逃げんだね。普通襲ってくるのにね、人間をね。なぜか逃げちゃうんだね。やっぱりあれかな、あの噛むっていう最大の武器を封じられたから、もう逆に怖さの方が出ちゃったのかもしれないね。単細胞みたいな感じでね、こう。ああ、これか。はい、ちょっと待って。あれ、待って、あれどこで行った。ほら当たりそうなんですけどね。タックルしたいんですけど。え、なんか今一瞬切れて。ああ終わった。ダメだ、もうやっぱ嫌いだよこれ。もダメだ。もうこれ嫌なんだよ、もう大嫌いこれ。多分不評だったからこれなくなったんでしょうね、この後のシリーズでね。ここで当てる、ここで当てる。いやー、なんとか。おとなしくせえ。あー、もうこれ勘弁して。もうちょっと他の方法があればね。ただ追いかけるだけっていうのじゃなくてね。よっしゃ、これでいいやろ。バッチリですね。あとは取引の間だけ切り抜けりゃいい。相手の中国マフィアっちゅうのはいつ来るんや。少し遅れているようです。まあ今回は仕方ないでしょうね。街にゾンビが溢れてるなんて想定外だ。そうやね。取引が始まる頃にでもまた顔出してみようか。はい。ま、取引が始まる前に連絡の1本ぐらいよこすやろ。はい、はい、というわけでまたね。はい、ま、
メールが来ましたね、はい、あ、矢吹から来ましたよ。連絡がありました。はい、ソミヤ組の矢吹です。取引相手の中国マフィアよりもうすぐ組事務所に到着との連絡がありました。お立ち会いいただけるようでしたら事務所まで来ていただけると助かります。ソミヤ組矢吹ということで、はい、ということでね、中国マフィアの方がさっきの事務所に着くということで、まあ、その成り行きを見守るためにもね、まあ、行ってみようじゃないですかね、はい、あの組長ですからね、何しろね、そういえば染屋組の取引はどうなったんやろうか、ちょっと覗いてみるか、はい、あの組長バレないといいけどね、普通に考えたらまずいんだけど、うん、取引の方はどないや。いえ、それがまだどうやら連中かなり手こずってるようですね。まあ普通に考えればね、ひひ、せやろな、うん、でもん、真島さん、噂をすれば、あ、来た、遅れてすみませんでした。あ、来た来た来た、いろいろ想定外の事態がありましたでね。よく来たね、しかし、ね、そうやろな、よく無事にたどり着けたやないけ、うん、こちらにとっても非常に大切な取引ですから。ええ、そのくらいの、うん、それでは早速始めましょうか。そうですね。ん、染谷さん、それはギャグボールのことですかな。ふざけてるのか。いや、そういうつもりでは。そうですよね、真島組長。ん、はあ、難しいぞこれ。病気の治療の一環やだなこれな、うん、そうだな、うん、あの噛み合わせ直せるやつみたいな。病気の治療の一環や。そうだ、病気。染谷さん、どうかしたのですか。染谷は難病を抱えとんねん。一見ギャグボールに見えるあれは薬の吸入器や。ああ、とても信じられん。病人はいたわってやらんとあかん。組長もやりたくてやっとるんやないや。しかし、それじゃあ取引の間、染谷さんは口が聞けないのでは。この矢吹がおるやないかい。それにわしもおる。それじゃ不足っちゅうわけかいな。ん？あなた本当に染谷組の人間か。あ、いや、すみません、ご紹介が遅れました。こちら東城会直系真島組の組長さんです。うちのオブザーバーとして来てもらってます。どうぞお気になさらず。勝手な真似は困りますな。あら、だめ。うん、ですが、まあいいでしょう。物はどうしました。ええ、用意してあります。そちらこそ金は。無論用意できてますよ。確かに受け取りましたよ。こちらも物を確認しました。うん、問題ありません。交渉成立、いい取引でしたね。ところで染谷組長はもしかして手錠をはめてますか。え、手錠。予定にガチリと。ああ、いや、これはその何でしたかね、真島さん。アクセサリーだよ、アクセサリー。新しいダイエットやミサンガや。ミサンガやだな。うん、そうだ、うん、ミサンガだ。ミサンガや。は、うん、それって切れたら願いかなうから。昔サッカー選手がつけとったやろ、うん、手首につけた紐が自然に切れたら願い事が叶うんや。そう、それの協力バージョンだよね。懐かしい。そういやありましたね、そんなの。いやいや、ダメだよそういうリアクションは。手錠は自然に切れないのでは。人間、願いが叶ったと思ったらしまいや。染谷組長はそれを戒めるために絶対に切れん手錠をミサンガにしとるんや。決して慢心せんようにってな。なるほど、そういうことか。そいつは面白いですね。え、そやろ。自分も試してみたらええで。あなたは愉快な人ですな、真島さん。ですが、まあ、染谷さんのその目、サングラスの下で赤く光ってるのはどう説明しますか。え、目が、目が、この場所に来るまでに何度も見かけました。生ける屍、
とでも言うんでしょうか。それは、あ、まずい、黙っちゃった。責任者である染谷さんがゾンビだったなんてことはありませんね。まさかそんなこと。しかしもしそうだったとしたら、取引は成立しません。物は返せませんが、金は返してもらう。何えげつないタヌキやの本性表しよったで。デタラメだ、ふざけるんじゃねえ。デタラメはそちらの方でしょう。こちらは真っ当な取引をしたいだけです。ですが、ルールを破られた以上はこするしかありません。何、これはね、メンツの問題ですよ。なんや、またかいな。お、親父。なんだこいつは。早すぎる。撃て撃て。あいや、だ、ダメだ。ぶつだけ持って逃げろ。早く逃げるんだ。逃げんだ。交渉決裂さねえじゃん。つえ、なんてつえんだ親父。マジかいな。中国人全員逃げよったで。親父。でも交渉うまくいかなかったからね。組の存亡が関われとか言ってたのに。どうすんだろう。長いことご苦労さんかな。その組長、今までありがとうございました。お達者で。真島組長、いろいろありましたが取引は無事終わりました。おかげで染谷組も持ち直します。そうやな。これは詐称ですが染谷組からのお礼です。どうかお納めください。お、15万でかいよ、はい、組長がおらんようになって小崎、お前らどうするの。なんとか立て直してやっていきますよ。俺たちは染谷組、染谷の親父の子です。いつまでも何があっても。そう、そうやな、うん、はい。というわけでそのまま組長がじゃあ無に放たれたままで終わったわけですね、うん、成功なんですよね。こっち一応見てみよう。成功、シューってなると、一応、ハッピーエンドじゃないけど終わったよって、ああ、大丈夫ですね。缶になってます。はい。うん、というわけで、真島さんのサブストーリーもすべて完了しましたね。はい。